赤痢菌、赤痢菌、赤痢菌、シゲラとは、グラム陰性通性菌寄生肝菌の腸内細菌科の一族、赤痢菌族に属する細菌のこと。人と猿のみを自然宿主として、その腸内に感染する腸内細菌の一種である。人には主に汚染された食物や水を介して、傾向的に感染し、赤痢、細菌性赤痢の原因になる。 主に腸官の上皮細胞の細胞内に感染する、通性細胞内寄生性菌であり、細胞内では、細胞骨格の一つ、マイクロフィラメントを形成するアクチンを利用して、細胞室内を移動して、さらに隣接する細胞に侵入し、感染を広げるという特徴を持つ。1898年、志賀清しによって発見され、その名にちなんで、シゲラという俗名が名付けられた。 これは、病原細菌の学名に、日本人研究者の名前がついている、唯一の例である。腸内細菌化、ブドウ糖を、嫌気的に発酵する、画法を持たない、通性研究性のグラム陰性肝菌に属する、細菌であり、大きさは0.51から3メートルぐらいの、棒状で、弁毛を持たないため運動性がない。運動性の有無のほか、理人脱炭酸を行わない点や、 大部分がラクトースを分解しない点で、禁煙の大腸菌やサルモネラとは生、科学的に判別される。酸に対する抵抗性は比較的高い。このことは胃酸による殺菌を受けにくく、少量10から100個程度の菌でも発病することに関与している。赤痢金属は大腸金属と極めて禁煙な関係にある。これまで、携帯的、生、科学的、 病理学的な観点から別種だと考えられてきた赤痢金属と大腸金属は細菌の分類に用いられている DNA、DNA 分子交雑法では両者を区別することができず遺伝子に基づく分類学上ではこれらは動詞という位置づけになることが明らかになった。しかし医学上の観点からは赤痢菌は大腸菌に比べて 重篤な疾患の原因になることが多く、両者は医学上区別する必要があるという判断から、両者にはそれぞれ別々の学名、危険名が得られ、別種として扱われている。赤痢金属は生、科学的な特徴や抗原性の違いから AD の4つのア軍に分けられており、これらがそれぞれ独立した種として扱われている。赤痢金属の分離培養には、 SS 観点媒置や DHL 観点媒置などの選択分離平板媒置が用いられる。セキリ菌は感染した宿主の細胞内と細胞外の両方で増殖を行うことが可能な細胞内規制体、通性細胞内規制性、細菌、細胞内規制菌の一種である。細胞内規制菌にはセキリ菌以外に結核菌、レジオネラなどが存在し、 これら細胞内寄生菌の多くは、生体内で異物の排除を担当しているマクロファージに鈍色されることで、細胞内に取りまれ、その後、その殺菌機構を逃れて、マクロファージ内で増殖するものが大半である。これに対して、赤力菌は、積極的に細胞に働きかけて、細胞のエンドサイトーシスを活性化させる気を有しているため、マクロファージ以外の、通常ならば、 鈍色活性を持たない腸管上皮細胞に侵入できる性質を持つ。汚染された食物や水と共に侵入したセキリ力キ菌のほとんどは胃酸による殺菌作用を受けながらも大部分生き残り腸管内に到達して小腸内で増殖し大腸に到達してそこで腸管上皮細胞に感染して増殖する。この腸管上皮細胞内への侵入には セキリ菌が持つ3型分泌装置、3型分泌装置と呼ばれる細胞質、タンパク質を菌体外に分泌するための機構が関与しており、この機構を用いてマクルファージ以外の鈍色機構が発達していない上皮細胞に侵入が可能であるという点は、サルモネラや一部の病原性大腸菌、腸管侵入性大腸菌、IX、e、と共通である。ただし、セキリ菌は サルモネラとは異なり、腸管の内側、肝空側、重毛のある側からは、ほとんど細胞内に侵入できない。赤力菌が腸管上皮細胞に侵入するときには、一旦、腸管内から出てその外側、規定膜側から行われることが多い。消化管に到達した赤力菌は、腸管上皮にあるパイエル板に近接する M 細胞、重毛が発達せず、 リンパ球やマクロファージに、異物の提示や受け渡しを行う細胞に取り込まれ、これを介して、マクロファージによって鈍食される。しかし、赤痢菌はマクロファージに対して、イパ B によるカスパーゼマイナス1の活性化を介して、アポトーシスを誘導することによって、殺菌から逃れその細胞外に逃げ出し、腸管の規定膜側に到達する。そこで、赤痢菌は、 腸管上皮細胞規定膜側に存在するインテグリンアルファベータと結合して細胞表面に接着する。このインテグリンとの接着が赤力菌の細胞内侵入に必要であり、この分子が規定膜側にのみ多く存在することが侵入が規定膜側から起こる理由だと考えられている。上皮細胞に接着した赤力菌は3型分泌装置を宿主の細胞に突き刺して、 その細胞内部に直接エフェクター分子と呼ばれるタンパク質を送り込む。この時送り込まれるエフェクター分子プラスミドに高度された一波と呼ばれるタンパク質は細胞骨格を構成するアクチンを再構成する作用を持っており、この作用によってセキリ力キ菌が付着した周辺で細胞の形態が変化、ラフリングと呼ばれる構造変化して付着した。 近体周辺で義足のような構造が発達する。この義足様構造の発達は、上皮細胞のエンドサイトーシスを促進し、このエンドサイトーシスによって、赤力菌は上皮細胞内で、エンドソームに囲まれた状態で取り込まれる、引き金機構。他の多くの細菌の場合、エンドサイトーシスによって取り込まれたエンドソームが、 細胞内のリソソームと結合すると、その内部に取り込まれていた細菌が殺菌されてしまうが、赤キリ菌キの場合は、リソソームと結合する前に、エンドソームから抜け出す能力を備えているため、細胞質に逃げ出すことによって、殺菌を逃れることが可能である。このような殺菌回避は、赤キリ菌キの他に、リステリアや連鎖球菌に見られる。ただし、赤リ菌の場合、 この殺菌回避機構がどのような分子メカニズムによるものかはよくわかっていない。赤力菌はこのようにして感染した上皮細胞の細胞質に移行し、そこで増殖する。なお、通常、細胞では細胞質に異物がある場合にはオートファジーによって異物を排除しようとする気が働くが、赤力菌は ICSB と呼ばれる菌体表面のタンパク質によって オートファジーを抑制することで排除されずに細胞内で増殖することが可能である。赤力菌は鞭毛を持たないため、細胞外では運動性を持たない、鞭毛による遊泳ができないが、細胞室内では細胞骨格を構成するアクチンを利用して活発に運動することが可能である。この機構には3型分泌機構によって分泌される。 菌体表面タンパク質の一つ、アイクサ、または、バーグと呼ばれるが関与している。アイクサは、赤力菌菌体の片方の端に極在しており、アクチンを再構成し重合させる働きを持つ。このタンパク質の働きによって、アイクサがある側では、アクチンの繊維が重合して積み上げられ、それを足場にする形で推進力を得て、赤力菌は、細胞質を移動する。この時、 赤キ菌キが移動した後に、アクチンの繊維が残って、水性能やロケットのように見えるため、この現象は、コメットテール、アクチンロケットなどとも呼ばれる。アクチンロケットによる細胞室内の移動は、赤キ菌キ以外にも、リステリアやリケッチャなどの細菌で見られる。赤キ菌キはアクチンを利用して、感染細胞内を移動するだけでなく、感染した細胞から隣接する細胞に、 アクチンドケットを伸ばして、隣接細胞に貫入し、最終的にはその細胞内に侵入する。これによって、赤痢菌は、周辺の細胞に感染を広げていく。詳細については、赤痢の酵を参照のこと。赤痢菌属に属する4つのアグンは、いずれも細菌性赤痢の原因になる。このうち A アグンは、死が赤離菌とも呼ばれ、最も毒性が強い。死が毒素。 シガトキシンという外毒素を賛成するものが A や群には含まれる。毒性の強さは B や群、C や群が A や群に続き D や群は比較的毒性が弱い。従前は A や群による感染が世界各地で流行していたが衛生環境の改善により先進国では減少している。しかし先進国でも B や群、D や群によるものが存在しており、特に B や群による赤痢は、症状が軽いために感染しても気づかれないケースがあり、このような不健性感染の例が報告されている。細菌性赤痢は、赤痢菌によって汚染された食物や水を介して、蛍光感染することが多いが、このほか、患者の排泄物を処理した後の種子を介して、蛍光感染、噴光感染したり、肺による媒介によって汚染された食物から、感染する例もある。 これは、赤痢菌が遺産に抵抗性で、極小数10から100個程度の菌でも発病するためである。細菌性赤痢は、下痢、発熱を主症状とし、しばしば、渋り腹を伴う脳粘血弁が見られる。赤痢という名称は、この出血性の下痢に由来する。これらの症状は、赤痢菌の感染による、上皮組織の障害や、 感染したマクルファージや腸管上皮細胞が放出する炎症性サイトカインによって白血球が郵送し組織の炎症を生じることによると考えられている。潜伏期間は1から5日程度で1週間程度で警戒する。また日本では赤痢が流行した1950年代前後に小児において神経障害や循環器障害などを伴い 知名率が高いエキリ、英語名もエキリが見られたが、その後、赤痢の発生現象に伴って、発生が見られなくなった。日本では感染症の予防及び感染症の患者に、対する医療に関する法律で、細菌性赤痢が三類感染症に、赤痢菌4菌種が4種病原体に指定されている。治療は、抗生物質などによる化学療法が用いられるが、 セキリキ菌には薬剤体制を獲得したものが多く、多剤体制菌も報告されているため、使用する薬剤の選択が重要である。入気のロ論刑やカナマイシン、アンピシリン、コリスチンなどの併用が行われる。有効なワクチンはまだ開発されておらず、予防には患者を完全に治療することと、環境衛生を改善することが最も重要だとされている。サルは、 赤力菌に対して、人と同様の感受性を有する。シガ毒素、シガトキシンは、A や群に属する赤力菌の一部が産生し、菌体外に分泌する毒素タンパク質、ソト毒素であり、腸管出血性大腸菌が作る2種類のベロ毒素のうちのベロ毒素1と同じものである。ベロ毒素にとも類似性が高い。赤力菌のシガ毒素は、 プラスミド状の遺伝子にコードされていることか、ベロドクソとシガドクソは、腸管出血性大腸菌と、赤リ菌との間でプラスミドを介して伝達された、可能性が高いと考えられている。シガドクソは、ドクソとしての活性を持つ A サブユニット、アクティブサブユニット1個と、細胞との結合活性を持つ B サブユニット、バインディングサブユニット5個から構成される。 A1 バイト5型と呼ばれる毒素タンパク質である。赤キ菌から分泌されたシガ毒素は5つの B サブユニットによって、宿主細胞の細胞膜にあるガングリオシドの一つで、あるギガバイト3に結合し、エンドサイトーシスによって細胞内に取り込まれた後、A サブユニットだけが細胞質に入り込む。A サブユニットは、深核細胞のリボソームに含まれる28。 S, S リボソーム RNA のうち4324番目のアデノシンに作用してその搭載を切断しアデニュを切り出す活性 N グリコシダーゼ活性を持つ 28S リボソーム RNA のこの領域はリボソームにとって重要な領域でありこの一塩基の変化で新しいアミノアシルトレナがリボソームに結合できなくなるこのためタンパク質の伸長ができなくなって タンパク質合成が阻害され、最終的に細胞障害が起こる。シガ毒素を産生する赤キリ菌キでは、通常の赤リの症状、出血性下痢以外に、小児では、腸管出血性大腸菌でも見られる、溶血性尿毒症症候群を起こすことが知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。